どうもご視聴いただき誠にありがとうございます。ミユーチューブです。今回はですね、前回私が動画をアップロードしました、オイルフィルターは毎回交換が必要なのかということについてですね、コメントの方が合計で私のやり取りも含めて137コメントあったんですね。で、さすがにこのコメントをしていただいたので、何らかの回答なり、締めをしないといけないなと思ってて、ずっと自分なりに調べたり、どのオイルがいいのか、どの、オイルフィルターがいいのか、とかを調べたんですが、結論から言いますとですね、私の経験上でしか物が言えないということが、分かったのとですね、皆様が、乗っている車ですよね、それと年式に応じた交換がもちろん必要になってくると思いますし、常にですね、綺麗なオイルの方がいいには決まっているんですね。ただ自分で実践しようとすると、いいオイルフィルターを入れた車と、どちらかといえば一般的なディーラーで売ってる、まあどっちかといえばランクの低くなるんですかね、ディーラーの方は。で、オイルとフィルターを交換した場合で、10万キロ、20万キロ、30万キロ走った後の状態はどうなのかってなると、私の年がですね、運転できるかできないかぐらいの年になってしまいますので、なので私の経験上でしか言えないんですけども、そこでコメントに助けていただいたので、その中でですね、いくつかですね、皆様のコメントをですね、ご紹介したいと思います。K7 に乗ってます、オイル交換とフィルター交換は3000キロでオイル交換、フィルターは2回に1回とディーラーで言われています。お客様が逃げるよな。スタッフ3人目の方が、3000キロで交換ならオイルエレメントは毎回でなくてもいいのですが、オイルだけでは変えていきましょうということですね。どうもお久しぶりです。私はヤフホクで1個250円ぐらいのまとめ買いをして節約をしています。純正オイルも20リッター1万円なんで一緒に、約7回分20リッター缶で使えると。おお、すごいですね。ドレンボルトにコッコ入れるとオイルが出てくるジャグジーみたいのつけているんで、ギャッチアップ表、吸い取るやつですね。工具なしでオイル交換をしています。エコオイルチェンジャー、そうですね、一概には言えませんが、メーカーの説明書にも2回に1回と書いてあると思いますので、2回に1回でいいと思う。ただ、距離だけで判断するのは間違いです。使うオイルの種類や車の使用状況にもよります。極端な話、3000キロ走らない人もいますし、1ヶ月で5000キロ走る人もいます。オイルの酸化ですね、3000キロまたは5000キロでオイル交換をおすすめします。そして次の方、2回に1回も何の根拠から来る話なのかわからない。フィルターをこまめに変えると燃費にも良いかと思いますね。アルトの説明書読め、それはそうですね、はい。鈴木の説明だと1万5000キロごと、ターボ車は1万キロごと、もしくは1年でオイル、エンジンオイルを交換。エンジンオイルフィルターは1万5000キロごと、
ターボ車は1万キロごとに交換。つまり結果は毎回わらわらとしてくださってますね。で、続きを言いますと、まあフィルター自体はターボ車で1万キロだと言うんですから、そこまではオイルのみでって話ですよねっていうことですね。はい、続きの方はですね、オイルフィルターは1万キロ交換で十分ですよね。オイルを3000で変えるなら3回に1回で、5000キロで変えるなら2回に1回でよろしいです。フィルターの交換する理由は、フィルターが根詰まりしてしまうとオイルの循環が悪くなるからです。毎回フィルター交換してもオイルの質が高くなることはありません。フィルター買うお金でオイルをランクを上げる方がエンジンには良いです。まあ、そりゃそうですよね。オイル高い入れた方がいいですよね。それは車にもいいですしね。自分で交換してるオイル、あ、ないんですよ、すいません材料が。次の方、オイルフィルターはオイル交換2回に1回で十分かと思います。人によってはオイルの銘柄変えたらフィルターを交換してる人もいるけど、やっぱそうなんですね。やっぱりオイルの質によってフィルターを変えるっていうことも確かに大事かと思います。で、さっきのコメントに戻ると、やはりオイルランクを上げる方がエンジンには良いといいかもということにつながりますね。続きまして、ディーラーでは車では儲からないので整備で儲けようとしているのです。オイル交換などは工場についてくるメンテナンスノートに詳しく交換時期が明記されています。私の車はスズキエブリークリッパーリオです。このノートにはシビアコンディション、日本では毎日高速で出かけることがないので街乗りとして扱われ、シビアコンディションとしてディーラーでは対応しているようです。では通常の2分の1に2回に1回ってことですね。交換距離が短くなってターボ車オイル2500キロ、 NA の場合は5000キロ、オイルフィルターは5000キロとされています。ちょっとだけ大げさに言います、他国の車では3万キロ無交換と言っていますので、当然オイルフィルターも早くて3万キロとなりますね。オイル交換のサイクルが短めでやるなら、フィルターのサイクルが短くてもよしだと思います。 GTR のタイトなサイクルのように思いますがね、独自のサイクルでやるならそれができるところでやれば良いのでは。確かにそうですね、自分で道具持ってるといいですよね。続きまして、オイル交換は走行距離関係なし、半年ごとで、フィルターは毎回交換しているけれどもね。あ、そうなんですね、走行の方は。私は高回転まで回しますし、高速もたびたび乗るので、ターボアルトターボ RS のオイル4000キロで交換しておりますが、フィルターは5回に1回交換しております。今のオイルってそんなに汚れないですし、フィルターを変えなくてエンジンが壊れたって話聞いたことがないですしね。確かにそうなんですよね。壊れるオイルを作る方が難しいですもんね。はい、じゃあ次いきます。うちは3000キロ前に交換で2回に1回フィルター交換ですね。今の車とかいう方もいるかと思いますが、大事にしたいならやって当然だと思いますね。自分の場合はフィルターはサイクルも短いので安いので十分だと思っています。自分で交換するので工賃はかからないですし、
役に立ちませんね。あ、すいません、あ、そんなことないですよ。ありがとうございます、コメントも。オイルフィルターは高いものでないですし、大事な車のためならと私は交換、毎回交換してますということですね。はい、次の方、どんなオイルを入れているのか知りませんが、 K なら5000キロから1万キロぐらいでオイルをその倍くらいでフィルター交換といったところです。サーキット走行するならオイルは良いものも、交換周期も距離より温度や走行回数で管理した方がいいですね。本当に素人でも分かる話ですが、いやー、やっぱり確かにサーキットとかこう明らかに楽しまれる方は温度や回転数に応じて管理した方が、私もそれはいいと思います。そんなに気になるなら自分でやれって話だな。知人のクラウンも知らぬ間に作業されて1万取られたよ。え、そクラウンってそんなにするんですか。意味がなくても毎回交換しないよりかは交換した方がいいのは事実だからな、ということですね。こんばんは、お久しぶりです。交換時期はオイルフィルターは2回に1回で良いですよ。ワークスに乗っているからオイル交換は3000キロごとに交換していますが、 NA のアルトなら5000キロごとにオイルを交換で良いですよ。私なら最初にオイル交換だけお願いしますと言っています。毎回買われたら車には優しいですが、お財布には厳しいと思います。長くはなってしまったんですけども、せっかくコメントいただいた回答を、私の答えとしては、5000キロに1回のオイル交換とオイルフィルターの交換をすることに決めました。正直ですね、前回ループのオイル添加剤を入れて3000キロで交換したんですね。なので正直ここの中ではちょっともったいないなーって思ってたんですよ。でもオイル添加剤とかそういう部類のものって、鉄粉までをこうきれいにしてくれる作用もあるので、オイルフィルターの中に溜まってしまうってことがあるんですね。ただ私の場合はモリブデン系のオイル添加剤等をですね入れていたので、どちらかというと鉄粉が少ないと思ってました。なので、ループオイル添加剤を入れて3000キロで交換するのはもったいな、ないなと思ったのと、最後にループのオイル展開剤が1万キロに1回入れるといいですよと説明書に書いてあります。その目安にするのもいいかと思いまして、5000キロに1回オイル交換とフィルターを変えてやるというのがミニチューブの答えでございました。長くはなったんですけども、たくさんですねコメントありがとうございます。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。良いと感じました方はですね、ぜひ評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。 YouTube TV でした。まだまだ暑いので皆さんお体にお気をつけて。